はい、どうも、のりくんです。今日はですね、ご覧の通り、サンドイッチです。知人がですね、なんか隠れ家的な、なんか美味しいサンドイッチの美味しいお店を見つけたということで、サンドイッチ買ってきてくれました。これをですね、食べてみたいと思います。具材ですね、卵、レタスで、これは鶏肉ですかね。でトマトと、ポテトサラダも入ってるみたいです。美味しそうですね。で外のパンの方ですけれども、なんかごまとか、何ですかこれ、麦ですか、これいろいろ入ってるみたいです。でここになんかヤギの焼き印が押してあります。ヤギがマスコットキャラクターなんですかね。あ、では、早速食べてみたいと思うんですけれども、今日も食べるのはですね、2度目の登場となります、娘のみーちゃんです。前回ですね、シロウの時にも登場しました。シロウを食べてもらいました。今日は、サンドイッチの方食べてみましょう。ではどうぞ。いただきます。なんか具沢山でボロボロ落ちそうじゃない、うん、あ、どう、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい、うん、なんか美味しそうに聞こえないけど美味しいですか？はい、うん、もう一口いきますか？いっとくいっとくすごい具沢山ですね。うん、美味しそうですね。まあ後からゆっくり食べてください。はい。まあ、実はですね、僕も美味しいサンドイッチ知ってるんですけども、今日ここにはないんですけれども、美味しいサンドイッチ、実はですね、うちの奥さんとみーちゃんが作るサンドイッチは美味しいと思います。まあ今度いつ作ってくれるかわかんないですけど、その時は動画の方を上げていきたいと思います。あ、美味しかったですか？はい、はい、また後でゆっくり食べてください。はい、それでは、今日はこれぐらいで、バイバイ。